はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時半になりましたですね。まもなく日が暮れます。はい、27日の火曜日でございます。ちょっとあれですね、今日は出来事が少ないんですけども、珍しくですね、北朝鮮の話でも、北朝鮮というか、北朝鮮に関するアメリカの政策の話をですね、してみたいなと思うんですけども、トランプさんの時代はですね、ジョン君とのトップ会談でですね、大胆な情報を引き出そうと、で最終的な妥結に持ち込もうと、それでシャンシャンと解決しようぜというのがトランプさんのスタイルでした。でこれにお隣さんのムン・ジェインがですね、こう前立てをしようと走り回ったんですが、結局壊してしまいました。双方に言うことちゃうことを言ってたわけですね。ちゃうことを言ってて、話が違いないかって言ってハノイでの決裂になってしまいました。それが2019年でしたかね。で、それ以来ですね、滞ってます。約2年間滞ってるんですね。でバイデンさんに代わってですね、バイデンさんはですね、その対北朝鮮の政策を変えると、トランプ時代から変えるというふうに言うてましてですね、その3ヶ月ぐらいで変えた政策を発表するというふうに言うてました。でそれから3ヶ月経ってるんですけどね、まだ発表になりません。なんでかよう分かりません。なんかその理由はよう分かりませんけども、トランプさんの時よりかは変わるであろうと、つまりもうトップ会談とかそういうのではなくてですね、まあ、圧力を重視して、同盟国との関係を重視してという、まあ、従来型になるんだろうと思います。しかしトランプさんの前のオバマさん時ですね、バイデンさんが副大統領だったんですけども、戦略的忍耐とか言ってわけわからなくて言いまして、兵をぼーっと見てるだけだったんですけど、その間に北はですね、どんどんミサイル開発を進めて、実験してと、発射実験してということをやりまして、まあ、核開発、ミサイル開発が進んだわけですね。でトランプさんはそれを止めるんやっつって、まああれですね、力でちょっとブラフをかけながらですね、キム・ジョンを説得しようとしたんですが、まあさっき申しました通り失敗しました。で、バイデンさんはまさか戦略的忍耐には戻れないんですよ。なんとね、オバマ時代のその戦略的忍耐の政策は失敗であったというふうに、まあ公式見解というか、まあ全般的な失敗であるという見方が大方であります。だから、オバマ時代のように戦略的忍耐とかっていうことにはなくて、何かはしなあかんわけですね。何かしなあかん。で、現にもうすでに国際的な制裁を受けてます。国連決議による制裁がかかっています。で、これ以上圧力をかけるということはですね、なかなかカードはないわけなんですね。どうするのかなと思って注目されてるんですが、未だに発表がないと。で先日菅さんがですね、答弁しましてですね、バイデンさんと対面で会談をしました。その中でまあまあそんな意味のあることは言ってないんですけども、拉致問題もあれして、アメリカを重視してるよというようなことが盛り込まれまして、で北朝鮮政策は引き続きこう締め付けていくというようなところも文言に盛り込まれています。これにやや焦ったのがですね、お隣さんのムン・ジェイン君ですね。彼はですね、その直後ですかね、ニューヨークタイムズのインタビューに、単独インタビューですね、応じてですね、北朝鮮についてはですね、シンガポール宣言をベースにして話し合いを進めていくべきだというようなことをですね、なんていうか、まあ、ちょっと上目線ですね俺は分かってんや、バイデン君分かってるな君よって、日本と勝手な話をするんちゃうでと、まあ、そういうことであったと思いますけども、シンガポール宣言をもとに話し合っていけばその解決の道が見えてくるはずだみたいな、ちょっと上目線のですね、言い方をしています。これに対してどうやらアメリカのバイデン政権は不快感を持っているというふうに伝えられています。で、
愉快の大人さん側だけの発表だとですね、文在寅政権が5月の下旬に訪米して、バイデン、文在寅大統領が訪米してバイデン大統領と会談するということになっていますが、これは未だにアメリカ側から発表があります。あるいはもう内々で決まってるんですけども、それをいつもの通りですね、お隣さんが先行して勝手に発表してしまったという段階ではないかなと私は踏んでます。だから5月の下旬がもうちょっと伸びたりとか無期延期になったりする可能性は否定できません。まあ本当にやるんであれば5月に入ってからですね、アメリカ側からも発表があるでしょう。やらないんであればですね、アメリカ側は沈黙したままということになろうかと思います。あれか向こうで勝手に言うてなきゃという立場が取れますからね。最終的に合意にしてない内容を勝手に発表したんやと、まあいつもの話なんですけど。で、その5月に仮にムン・ジェインさんが行くとすれば、その時までにアメリカ側は発表してるはずやと思います。つまりまあ縛りをかけるわけですね。アメリカとしては対北朝鮮はこういうふうに政策を変更すると、ついては同盟国であるお隣さんは従いなさいというような形で来ると、同意しなさいという形で来ると思いますので、もしかしたらですね、まあ日本はゴールデンウィークですけど、これは日本だけの話であって、アメリカとかは普通のカレンダー通り行くはずなんですね。で、今週は27でしょ、まあ、もしかしたら今週もしくは来週あたりにですね、アメリカ側から北朝鮮政策をこのようにしますという発表がある可能性がありますね。あっと驚くようなことは何もないと思います。ただもっともっと締め付けていこうとかですね、非核化の条件はもうこれで話し合おうとか、そういうことであろうと思います。ただバイデン政権になってからですね、アメリカ側からは何度かですね、北朝鮮側にですね、話し合いをしましょうよというアプローチをしたそうです。これに対して、北朝鮮はいやいやそんなもんというふうに跳ねつけている状態というふうに伝えられています。もしそれが本当であればですね、新たに話し合いをしましょうと言っても、そのバイデンが示した対北朝鮮政策によっぽどですね、向こうがおいしい何かを見つけないとですね、そんないやいや話し合いなんかせえへんという態度を継続する可能性が高いと思います。つまり多少変わろうとも、アメリカ側の政策が多少変わろうとも、現実は何も変わらないというふうになる可能性がありますね。で、最近の気になる動きは昨日も言いましたけども、昨日、おとといかな、コリョ航空ですね、北朝鮮のナショナルフラッグの、まあ、というても、飛行機は2機ぐらいしかないと思うんですけど、その2機の飛行機を駆使してですね、北京との定期便を運航しているという話でございます。で、今まで1年ぐらい止まっていたんですね。で、それを運航したということは、まあ、人の行き来があるんだろうということで、そのうちですね、国境も開くのかなと。いや中朝ですよ、中国と北朝鮮の国境も開くんちゃう、多少開けるんちゃうかなと、まあ、今でも完全に閉めたわけではなくてちょろちょろはやってるみたいですけどね、かなり北もお困りのようでございましてですね、もうその食べるものが足りないおかげでですね、命のありどころを欠いてる方がかなり出ているという噂です。で、コロナもかなり広がってるということが伝えられています。で、国境をね、開けるのはね、多分ね、北の方は OK なんですけど、いやもう中国の方が嫌がってる可能性ありますね。しかし、物資だけは送ってあるけどもって、その人は来んな、みたいな。多分そういうことに近々なるんではないかなと。まあ、支援物資はどん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 送ってあると。国境の町かなんかにですね、積み上げてそれをこう持っていけ、みたいな。うん、ことにするんでしょうかね。いや分かりませんけども、汽車で運んでですね、国境のところで機関士交代みたいなね、完全防護にして機関士交代とかそういうことするんでしょうかね。まあそのあたりはよう分かりませんけども、とりあえず中国としてはですね、今日も動画に撮りましたけど、もし本当に中国国内で、1日23人とか、いや15人とかってそういう感染者数しか出てないのであれば、絶対に国境を開けたくないんですよね。だって北の中で広がってるのはもう分かってるわけですから、公式にはゼロですよ、北は。でももう広がってるのは分かってるわけですから、もう開けたくないのは中国側だと思うんですけど。まあまあ、でもそれを締め続けると北はいよいよですね、おかしくなりそうな、そういう気配も漂っています。はい。
で、来たとしてはですね、中国が助けてくれるだろうという見込みのもとにアメリカに対してツンツンしているというふうに私は思っておりますが、あんまりその期待したほど助けてもらえなければですね、結局アメリカとも話し合うのしゃあないやんということになるんではないかなと思いますけどね。その、かなり北はお困りになっているようですから、アメリカは多分ね、餌は垂らす、人参は垂らすんだと思うんですよ。俺な、医薬品とか食料とか送ってやろうかみたいな、あるいはそのアメリカは自分で送りたくなければ愉快なお隣さんに送ってもいいよという許可を与えようとするか、まあそのあたりであろうなと思います。だからそういう餌を垂らしながら話し合いをしようぜって言うんでしょうね。まあいずれにしろ分かるんであれば来週あたりアメリカから発表があると思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。